タムライドの解説をしていきます。まずイントロが、まあ、こういうリフが入ります。これが、5弦の4を2回、6弦の4で5弦2、6弦4で、5弦の4を2回、2を2回、6弦の4320、まあこれの繰り返しで、5弦頭は、ダウンから入った方がオルタネイトとしては弾きやすいです。で、まずコードが B マイナーが先に入って、これで、B やね。でまたでもう一回 B マイナー、 B マイナーじゃない、 C シャープマイナー、ごめん、 C シャープマイナーで B やね。でその次に FC シャープマイナー、それで F、 B、 E フラット、でまた同じで、次、まあこの最初のこの、こうやっていくとこはパワーコードでいいです。それかこの、これ二回し目に来た時に、まあオクターブ奏法みたいな感じで5弦の4と3弦の6だけでこんな感じでやってるような感じもします。これで、それが入って、この次の F に来た時にみたいな感じのフレーズがまあいろいろあるんですけど、これはまあ3弦の4をチョーキングして1弦2弦の2をまあこう、まあ、こんな感じで、で次 C シャープマイナーに来てなんか、まあ、この C シャープマイナーの3弦の6と2弦の5あたりのこの5度と3度の音、あ、頭やね、ルートとサンドの音を強調するような、まあ、感じで弾いて、ほいでまた F シャープマイナー、 F シャープマイナーじゃないわ、 F シャープやね、 F シャープやで F に来た時にこんな感じの音が聞こえるんで、まあこれは4弦の11へスライドして2弦3弦の9、まあ、こんな感じで、これで何やったっけ、でもう一回 B と、E フラットが入って、これでこういうフレーズが入るね。これがまあ、頭は僕はこの C シャープマイナーの音、 C シャープマイナーの3度と5度の音、2弦の5と1弦の4、まあこれを弾きましたけど、別にここの2弦の9でもいいと思います。まあこれ1弦と、まず最初のこれは1弦の0と組み合わせながら2弦、2弦が動いてって、最後の1弦の2弦の10から2弦の4まで行くんですけど、最後の4のところだけ1弦の0と組み合わすと、濁るんで、これはまあ単音でいくか、あるいは1弦と組み合わせるなら1弦の2フレットと組み合わせる感じで、まずこの流れが2弦の1097 5、4といきます。まずこれ D マイナーの、2弦の5と1弦の4が入って、で、
単、2弦がこれが19754の時は単音あるいは1弦の2と組み合わせる。あとはこの1弦の0と、まあ、こんな感じで、これで次がこれが今度は1弦まず2弦の5が1弦の0と組み合わせて、で3弦は2弦の0と組み合わせて3弦の421でいきます。で2回目回ってきた時はこの2弦の 10A、 2弦の 9A、 ね、9A スライドして、これで E やね、 E7 か E7 や行って、でそっからギターソロがいいのかな。奏法で、まあ、例えば6弦の5と4弦の7を組み合わせるような感じの、でその真ん中の5弦はならないようにこの人差し指の腹でこうミュートしておくと、でこれの動きがまず6弦5で、で7、9、で8、で8、9、11、12、で12、11、9、で5弦の、11で11、12、11、でまたこれで、ここまでは同じで、ここから、6弦の12、11、12で6弦の8、これで7、これで終わりですね。前のやってから、まあ、ちょっとミュートでカチャカチャやって、でそれを2回やってから F シャープマイナー、 F シャープやなで入ってみたいなフレーズがあります。まあこれはもう大体でいいんやけど、3弦の4をチョーキングして1弦2弦の2フレットで3弦をみたいなのがあります。これはまた単に、3弦の4をチョーキングして下ろして2でもう一回3弦の4みたいな。で次が今度はポジション的に C シャープマイナーのこのポジションをここに、ここの C シャープ6弦ルートの C シャープマイナーにして、まあ、こういうフレーズで、6弦の9フレットのところの C、パワーコードの C シャープを弾いて、で1弦2弦の12をチョーキングして、でチョークダウンで1弦2弦9
2弦3弦の9、これまた F シャープでみたいな感じのフレーズなんやけど、これ普通にまあでやって、この1弦2弦の押さえてる2フレットを離す。B で B フラット、それから A、 まあ言うたらこの1回目行って、2回目がの後に E が入って、それ でまた頭からで、このフレーズをまあ2回し繰り返して、最後がまず、3弦の2から4へスライド、まあ、これ中指やね。で、人差し指で2弦の3で薬指が5で、また中指で3弦の4から2へスライドで0、から4へスライドで2の0、3の2から0、まあこの弾き方はまあ自分で一番簡単になるように、この指の動きはこういうのでもいいし、まあそういう感じで、これで、で頭のやつがいって、最後がまあそので終わり、まあこれが、5弦の4と最後の音が6弦の4で終わりということで、以上です。